イヌサフランコルチカムティンナレイは、イヌサフラン科の植物である。かつてはユリカに分類されていた。ヨーロッパ中南部から北アフリカ原産。種商名ティンナレイ、秋野の,の通り、秋に花が咲く。なお名前に、サフラント月見た目もよく似ているが、アヤメカのサフランとは全く別の植物である。アイルランド、アルバニア、アンドラ、イギリス、イタリア、ウクライナ、 オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スペイン、スロベニア、チェコ、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ルーマニアに自生する。イヌサフランの休憩や種子には、コルヒチンという物質が含まれている。この物質は、通風薬としても、薬事法で認可、販売、処方されている。コルヒチンは人体には、 猛毒物質であるので専門家の処方が必要。また、植物の細胞分裂に影響を与えて場合数体に、する作用があり4倍体の作成や、種子を作らない3倍体品種の作成などといった、品種改良に使われる。医学、薬学方面では、イヌサフランをコルヒクム、種子をコルヒクムコ、球根をコルヒクムネということがある。猛毒。 日本の有毒植物の代表格であるトリカブトが2006年から2016年の間に3人の死者を出しているのに対し、イヌサフランは同じ期間に6人の死者を出しており、誤食による食中毒が発生しやすい植物とされる。イヌサフランの葉は時に食用の山菜である餃子ニンニクと輪形はジャガイモや玉ねぎと間違えられることがある。また、 描画に間違われた事例もあった。犬サフランは蒸気の通りコルヒチンを含んでおり、これを誤って摂取すると蹴り、嘔吐、皮膚の近く麻痺、呼吸困難を発症し、重症の場合は死亡することもある。また、サフランと似ているため、家中を乾燥させたものが、スパイスや鎮静、鎮痛、通経薬として使用できると誤認しての中毒例もある。犬サフランを園芸用に、 品種改良したものはコルチカムということが多い。コルチカムは球根草であるが球根を土に植えなくても秋になると花が咲くという変わった性質がある。葉は開花後に出てくる。日当たりの良い室内などに球根を置いて花を干渉してから土に植えても全く問題はない。土に植えておくと自然分球して増えていく。球根を 犬が食べて死亡した例が報告されている。土に植えない、または室内などに球根を置いて花を咲かせる場合は特に注意が必要である。ありがとうございます。